ちょっとさ、今日さ、ボタンちゃんの記念配信があるからさ、ボタンちゃん書いてみたいんだけど、いい？待って、才能ある自分で言っちゃうけど、この段階だとさ、ちょっと怒ってるミオシャにも見える。ダメって言ったでしょってうちも怒るんだからね。まず耳はね、こうね、耳フェチだからね耳フェチだから耳はわかるだにな。耳はちょっとね、短めでこんな感じだった。で、ちょっと顔をあからめちゃったりとかしてさ、別に嬉しくなんかないんだからね、みたいな別に祝われたって嬉しくもなんともないんだからね、みたいなさ。で、ほっぺをあからめちゃうんだよ。ちょっちょって、別に嬉しくなんてないんだからね、ならーいよんつって。え、待って、ちょっと意外といいのだけど意外、待って、意外とできたぞ。洋服はね、ちょっとね、待ってね、ググります。洋服はシシロボタン、ボタンちゃんの声かっこいいよな。なんかさ、わかる？ボタンちゃんの声ってさ、かっこいいのにかわいい、わかる？この気持ち、なんだろうね、すごい不思議なんだよね。かっこいいのにかわいいんだわね。なんなんだろう、あれ。コーネはさ、かっこいいとか言われたことないけどさ。で、ボタンちゃんの魅力その1。肩。肩がね、すごいんだわ。ちょっと大きいかもしれないね。肩がめちゃめちゃね、いいんだわ。わがる。は？あ、わがってんだ。何わがってんだ。ダメだろ。君たちはわがっちゃダメなんだよ。あ、かわいいんだけどえ、めっちゃかわいいんだけど、どうしようこれ。おっぱいが描けないの。じゃ、あのね、ボタンちゃんのね、あのね、おっぱいが。ちょっと待って。おっぱいがね、ここら辺だな。こうして、こうだな。いや、みんなちょっとさ、なんかこれは変態な発言ではなくって、チャームポイントの一部なのよ。チャームポイントの一部、みんなが言ったらコーデに怒られちゃうから言えないんでしょ、きっと。みんなコーネに怒られちゃうか言えないんだろうけど、いいんだ、好きでいいじゃない好きでいいじゃない、いらないかなあ、じゃあ肩のさ、光沢は光沢、みんな好きでしょ、光沢。そのセンス90年代何？どういうこと？今でもあるでしょ、トゥルーンは。唇もトゥルンってさせる？トゥルンって。いらんか。おめでとうさん。いい感じ？コウさんも隣に帰ったら、コウネも？どうしようかな。コウネか。まあ。おめでとうさん。コーネ好き。あーコーネ好きよ。いいね。おめでとう、ボタンちゃん。あ、待って、手抜けなかった。おらよー。いい感じー。浮気者はいいの？あ、ボタンちゃんってやつ。いや、これ名前呼んでるだけだよね、きっと。きっと、多分これは名前呼んでるだけだと思うんだよね。どうなんだろうね。
ートがついてる。ハートがダメか。音符。音符。音符ならいいよね。コーニスキーにも光沢つけるよ。コーニスキーはね、平面でいいんだよ。平面で。いい感じー。わーい。いい感じー。嬉しい。みんなありがとうね。ちょっと見てくれて。ありがとう。